外は雨ですねあのー、まあ今日は、えー、月曜日なんですけど、えー、大分それから福岡、えー、九州ですねあのーまあ、緊急避難情報が出ておりますあのー、本当にね皆さん気をつけていただきたいと思います私自身も、えー、まあこういう体なのであのー 避難する時は早めにしないとどうにもならなくなってしまうんですね。だからそういう避難というのをちょっと今日考えてみたいと思うんですけどあのー、どうですか自分の町に、あのー、例えば福祉避難所っていうのは何件ありますか ね。いろんなところで福祉避難所というのは作られてるんですけど、あのー、災害時になってすぐに福祉避難所ができるっていうのは、えー、全国の中でも数件しかないんですね。あのー、大体は普通の避難所に、まあ皆さん避難をして、そこで、この人は福祉的なサービスがいる、あるいは医療的なサービスがいる。 っていうことをですね、あの、まあ、保健師さんとか、まあ、その他のいろんな方々が、えー、判断をして、それから、え福祉避難所というのをですね、申請をするんですね。で、それで、え、開かれるんですけども、それが、えー、医療的ケアが必要であれば病院になるでしょうし、えー、そう、そうでない場合は福祉センターとかっていうところになると思うんです。なので、ただし、またですね、そこまでは自分の力でいかないといけないっていうですね、まあ、非常にハードルの高い、 その時はもう救急車とか、えー、そういうあの介護の手というのは、あのー、もうパニックになってますから、自分の手元にはなかなか来ないということになります。というのが、今の現状なんですね。なので、しっかり自分で確保する、あるいは、家の中でもしばらくの間生活ができる環境、そういったものも考えていかないといけない。 っていうふうに思います。なので、まずこういうふうにですね、あの、介護環境、あるいはそういった中での避難っていうことをですね、しっかりやっぱり考えていかないといけないのかなっていうふうに思います。それでは。